東京にあるエテの庄司夏子です。バローナのアジアズベストペストリーシェフアワードをいただけて大変光栄に思います。まだまだ日本には女性のシェフというのはとても少なくて、私のような小規模のお店が受賞できたことはとても未来につながることなので大変嬉しく思います。もともととてもうちの母親も私もとてもファッションの世界がすごい好きで、その世界観からインスピレーションを受けて私のケーキはできてます。私はテイクアウトのお菓子も販売してるんですけども、レストランにおけるデザートに関してはやはりアミューズから始まって、お魚があって、メインお肉があって、その流れでデザートを食べるということを考えた時に、やはり私の中では最後余韻よく終われるように甘さのバランスを少し調節して、少し優しい甘さにして、最後お客様が負担にならないように、いい終わりになるように心がけてます。